の例祭、その後の新興祭の、本年は通常3日間の祭事のところを2日間に縮小をして開催をするという運びとはになりましたが、昨年はおみこしが出せずにまた山も出ないという大変寂しい神事だけのお祭りだったわけですが、本年は明日1日だけですけれども、山がまたみこし、本日の夕方は本町の山が待てるという形になりますので、昨年に比べるといくらかはにぎわいの添えられた大祭になるかと存じております。ただいまご奉仕いたしましたこの甘味葬祭は、神様の衣のお祭りと書きますように、明日がご承知のように早水姫神社の神様に一番言われがある日に行われる例大祭に当たります。でその前日に神様のお装束、お召し物をお取り替えをして、神様の御身もいよいよ清らかにすがすがしく明日の例大祭をお迎えしていただくために、取り行われるのがこの甘味葬祭でございます。で息子葬祭の皆様方には、明日猛暑の中で例大祭の後のおみこしのお供をどうしていただきますが、くれぐれもご自愛をいただいて、ご無理のないようにご奉仕をいただければなというふうに存じております。無事に修行できれば終わりまでお力添えお願いを申し上げて挨拶をさせていただきます。暑い中ご参列誠にお疲れ様でございました。以上をもちまして、甘味葬祭を終了いたします。